またぜひ僕が一人の時も8時マヨヌがいる一人の時も、はい、もう8時ぐらいに3人とか本当やめてください本当にね、でもやっぱレクチャーを踏まえるとやっぱ25人ぐらいがやっぱ一番多分いい人数だと思うんで、今日はちょっとやっぱいろいろ指摘したいこともあったんですけど、ちょっと人数の関係で指摘できなかったんで、またぜひちょっと次の機会に来てもらえたらと思うんで、今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。ケイタさん、喋るのもダーツも上手くて何もすることがなかったね。まあ、頑張ってたんですけども、長いこと待たせてすいません。そんなこんなでまた仙台に来ることもあると思いますが、何ですか？何ですか？かわいいよは。かわいいよ。ありがとうございます。大読み。かわいいよ。ちょっと次はあんまり負けないように、はい、仙台来た時はみんなの顔を覚えていたいと思うので。